こんにちは。こんにちは。こんにちは、岡田康義です。毎度ご愛読、それからご視聴ありがとうございます。本番組は、ブロックチェーンの技術を推進する目的で作られております。本日は前回お越しいただきました香川監督をお招きして、ビットコインのストーリーについて詳しくお伝えしたいと思います。はい、岡田先生、どうも、はい、お招きありがとうございます。川監督、どうも、よろしくお願いします。はい、本当にもうビットコインの、はい、ビットコインストーリーって今仮のタイトルなんですけども、はい、つけてまして、まあそれに先生もね、はい、資金面とそれから内容の、その、はい、監修ですね、監修をちょっといただきたいと、はい、特にそのサトシ仲本さんでしたっけ、そういう方の話とかね、はい、それから早々期 の、 そのビットコインに関わった人たちの話もね、はい、ちょっとお伺いしたいなと思ってます。はい、そうですね、今回この話をお聞きした時にもう本当にビットコインが200万になった時とか の、はいはいはい、この周辺の人たちの話が、はい、まあ引き込もいろいろあると思うんですけども、はい、成功者あり失敗者ありとかね、送り人とかあり、はい、いろんな人がこういろいろこう動いてるっていうのが、はいはい、まあある意味で言うと、ある意味でストーリーだなっていう思う人がたくさん。例えばそのビットコインでその僕は損しちゃった方なんですけども、うん、本当にいるんですか、その成功者、ね、会ったことがないんで。言いますね、やっぱり。先生はお会いになったことあります？ありますね。その方をお聞きするとどういう状況かというと、うん、やっぱり正確に言うとビットコイン他のまあ仮想通貨なんですけども、はいはい、なんか600何十倍になったとかって、ええだでしょ。そう僕もちょっとやったけどダメでした。どうですか、だったらそのだいぶ前に入れてたらしいんですけど、うん、はいはい、なんか最近600何十倍もなったのあるよねっていう周りが話してみて、うん、なんかその時気がつかなかったんですか。その時ね、すぐに気がつかなくて、なんか俺が昔やってたのこうだったよねみたいな、っていうと、その人のどのぐらい持ってたんですか。いや、かなりだから大変ですよね。100万株とか。いや、株ではないけど、まあ数十万円ぐらいは入れたらしいですよね。だってあの頃10円とか2円とかそんなもんでしょ。そうですよね、多分すごくだすごいことになったと思うんですよ。2円として2万円買えば1万ですよね。そう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 、だからすごいこと。それの600何十倍って言ったら偉いかも。ただまあ他ので言うと、私のまあその大学の後輩なんですけど、それは本当に最初10万か20万ぐらい入れて、はい、それも仮想通貨。そうですね、はい、それでまあそのぐらいになったっていう。へえ、すごいな。やっぱりいい人いるんですよ。へえ、その人は今そういう人たちは、まあ、幸せな暮らしをしてますか。それはよく分かりませんけど、ね、そこまではよく分かりませんけども例えばその後税金に追いかけ回るだされたとか、そういう方もいらっしゃるには聞いてますけどね。 あとまあそのそこでは成功したんだけど、うん、やっぱり同じように投資やってたけど、うん、どっちかというとあの人、今一つ調子良くなかったじゃないですか、はいはい、それをやって結構破産に追い込まれた人もいるやに聞いてますけどね。ただ私はそのまた聞きなんで、うん、実際のところはよく分かりません。でもなんていうか、そういう、まあ、映画についてですけど、うん、そういう人生模様を描くと面白いですね。いやー、これはすごいことでこうバーッと上がってドーンと落ちるとかね。そうですね。そういうストーリー作りたいですね。いや、だから本当にもうヒストリーだけど、ちょっと思ったけど、まあ、競争曲っていうタイトルなのかもしれないです。だから、まあ、あ、そういう意味では競争曲ですよね。ちょっと狂ってる部分もあるから、ね、そうですよね、はい、っていうぐらいのやつ。だからブロックチェーン界隈の人だって今最近 の、はい、あの感じからすると、はい、なんか今一つ最近のって面白くないよねみたいな面白くないっていうのはその人もなんか損したり多少稼いだりをしてるんでしょうけど、うんうん、やっぱりその底のこう落差が面白いと思ってる方もいらっしゃるみたいで。いや、まあ映画の内容としてなんでいざそれを本当に自分でやったらえらい大変だろう
いやそう昨日まですごい大金持ちで翌日になったらねそこらでゴロゴロ寝て路上にいたとかそういう人もいるかもしれないですからね。あとまだちょっと当時はやっぱり自分ことがミスターピットみたいな日本ではね、はいはい、いやもうそれはもうぜひ盛り込みたいと思って、ね、そういう方に結構いられて、やっぱり名刺につけられてるとか、おおなるほどなと思って、確かにやっぱそのぐらいだと、ミスターピットコインって書いてあった、いや僕の映画のストーリーの中にもビットコイン七人衆とか言ってね、日本を牛耳るビットコインで牛耳るそのなんていうのカンファレンスみたいなのを作ろうかと思ってますけどね話の中で。そういろいろ面白いんですけどね、うん、それでそれが今度は世界に出てって、そのなんていうの世界のアメリカとか中国とか、うん、イギリスだのロシアだのそういうビットコインのその戦いの中でその主導権争いの中で生きていくような、そうですね、ストーリー作りたいなと思ってんですよね。そう確かにそれで、うん、まあ、我々そのビットコインたくさん持ってるとか生きてると、まあ、クジラと呼んでるんですけど、うん、はい、まあ、クジラとそのいろんなクジラ、うん、まあ、いろいろこう世界にはどのぐらいのクジラが何匹いるとかいう話をしてる人もいて、だからまあそういろんなことを、まあ、少なくともちょっと日本の状況とかは少なくとも分かるんで、まあ、そこでこう、まあ、そこでそのねいろいろとお話を伺うようにして、あの監修みたいな形をねお願いしたいなと思ったんですよね、はい、まあとにかくそのお金に関わることっていうのはいろんなドラマが生まれるんですよね。そうですね、うん、特にその上がり下がり激しいってことで、そうですね、うん、天と地を見た男とかねいくらでもできちゃうんで、当時やっぱり200万から下がった時はなんか結構相談がありましてあれどうなんですかって、まあ、私の以上回答は、まあ、3年ぐらいすると大体結構いってるから、うん、まあ、うん、もあのすぐ使うからじゃなければ、まあ、持ってた方がいいんじゃないですか。そうですよね、僕もビットリージョンなんかに入れないで、あのまま7万円ぐらいのが200万円ぐらいになったら、まあ、えらい金になったなと思いますよね。確かにね、思ってる方は結構いらっしゃると思います。なのにビットリージョンのくるくる回るのに欲がくらん、目がくらんで、全部パーになっちゃって。確かになんかあれですよね、何もしないでただ持ってるだけの方が良かったっていう。いやいや、僕は後になって考えるとそうですよね、うん、まあ、なかなかその時は冷静にならないで、できないですよね。私もなんか結構入れてる方なんですけど、うん、まあそういう形であと D9 もなんか儲かりますよとか言って最初のうちはお金が入ってくるんですよ。最初のうまいですね、あれ。そのうちになくなっちゃったり、ね、なくなってお金が入んなくなる、うん、まあ詐欺のパターンみたいなもんですね。まあそうですね、うん、でもビットをね、そのビットコインにまつわるそういう投資会社みたいな、そうですけども根本的にビットコインは違いますよね。ビットコインそうですね、うん、だからあの僕なんかその区別さえも分からなかった、お金投資しちゃった方ですけども、うん、今考えるとビットコインだけに持ってればよかっただけの話なんですよね。そうですね、結論を言うとそうですね。そうですよね、何にも動かさないでいればもうその時に大金持ちになってたということですね。それは間違いないですね。私もだから香川監督より後で多分9万円ぐらいで、はいはい、うんうん、だからあの時のやつはまだ持ってるだけでよかったって言ってた。そうですよね、それもそのビットフライヤーとかああいうところで貯めとけよかっただけなんでね、それを移動するから悪いことになる。それはありがとう。本当に、まあ、今回あれですか、いろいろこうちょっとお願いしたらかね、はい、国際関係のいろいろこう、はい、まあ、ビットコインとかにまつわるいろんな人物、はい、国際関係のいろいろ、はい、まあ、アメリカだったり中国だったり、はい、あとは東南アジアだったり、はい、そういう人のこう人物の、はい、まあ、いろんな一応、はい、いろんなこう、まあ、ストーリーとか、はい、考えてますよね、はい、まあ、特にそのね CIA だとか、はい、FBI だとか、はい、それだけじゃなくてそのセブンシスターズとか、まあ、それからユダヤ系の財閥とかね、はい、からアラブの富豪とかいっぱい出てくるよね。まあだから1話完結じゃ終わらないので、はい、うん、まあ、4話ぐらいはできそうだ。なるほど、うん、楽しみですね、はい、まあ、最初日本から始まってね、はい、そのまあ裏ぶれたそのサラリーマンのブラック企業に勤めるやつがビットコインにかかって、いや実際そういう方がいらっしゃるんですよね。だからボワーンとなった人が、うん、いう感じですよね最初はね。そうそう、まあ、僕も実際そのビットコインのそういう説明会にフラッと入ったのが原因だったんで。
まあでも損したけど、まあ面白かったというか、面白かったとも私も思いますね、うんうん、まあそれでそのもしこれでね、このビットコインストーリーができれば、まあまたリターンがあるんじゃないかと思ってるんでそういう意味では、あの逆に投資だったかもしれないなと。それは私もだから、うん、あの投資だったと思うのは、あの実装格付けを、うん、ブロックチェーンの実装格付けの代表になった時に、うん、プロンではただでおけないから、ただ入れたお金が、うん、そうか、こういうのでみんな怪しいと思ってるから、うん、どれだけ怪しいか、でも判断基準がないから、うん、それどっか作ればいいんだって。そうですよね、うんうん、確かに、だって格付け会社があって、これの方が儲かる、これの方が信用度がある、これの方がそういう必要な書類があるとか、そうね、ハイリスクハイリターンなのか、うん、そんなにあの、うん、あのベネフィットとかの利益はないけど、うん、まあそれなりにこうそこそこ、そこそこいけるとかね、うん、まあ、そこの判断基準ありますよね。でもそういうその、ね、ビットコインっていくらもたくさんあるんでね、うん、ビットコインじゃねえ仮想通貨が分かんないですもんね、うん、まあそうです、うん、それでそれに関わる証券みたいな会社みたいなのもいっぱいあるし、それで本当か嘘かも分かんないよな。そうですね、ですよね。だからそこで僕はちょっと実装とかにこだわったのは、大体、うんうん、お金とじゃ何の事業をしてるかくっついてないっていうのはちょっと分からないので、うんうん、それやっぱり実装は必要だよねっていうので実装を入れてるんですよね、うんうん、そうですよね。 だけど我々そのコンシューマーにしてみればそんなこと分かんないわけじゃないですか、うん、それは難しいです、ね、それで実際その人たちが本当に取引してるのかどうかも分かんない。まあ、少なくともこの前ちょっとあるセミナー行った時に、うん、あこういう時にこのメンバーのこの主要メンバーに、うん、あの実質のその、うん、実業の方いらっしゃるかどうかっていう観点で見たら一、うんうんうん、人もいなかったっていうのを見て、それやばいですよねお金を動かしてるだけだと聞けたらとお金をその仮想通貨をただ動かしてるだけの人だったってことですよね、うんうん、つまりその実際に会社としてなんか実際の商品とか事業をやってて、うん、なんとかですっていう基盤が全くない人たちが決済も起きないですもんねやってたって、それじゃあやっぱり信用度は落ちますよね。そうそう、うん、でも実際結構そういうのが、うん、取引帳を作るのが応用みたいな感じの文化だったんですよね、はい、だけどまあこれからだんだんそういうのが淘汰されてきますよね。そうですね、それはまさにその通りで、あの今後いろんな決済とか、まあ、ブロックチェーンとか使われたり、うん、はい、まあスマートコントラクトで契約に使えたりするんで、はいはい、変わってくると思います。だからあのもう今となってはそのビットコインがなくなるというようなことはほとんどないという感じでしょうかね、うんうん、そう思いますね、うん、いろんな通貨あのいろんなことこのやり取りにも使われて、うん、ベースで使われてるし、うんうん、ブロックチェーン技術はもう、うん、もうあの銀行とかで使われるとかも使われてますからね、うんうん、そうですよね、まあ 100% ではないにしても、うん、そうですね、なかなかそのなくなるような条件はなくなってきたっていうことですかね。そうです、その通りだと思う。いや、だから逆に言えばこれからそのもう少し安全なものってこう練り上げてって、それから法体制とかそういう法整備とかもできてくれば意外と安全にできるようになりますよね、うん、ただ日本の場合はまだちょっと目の敵にしてるようなところがあるんで、うん、まあ多少その法整備の話で言うと、うん、先に取ってイニシアティブ取ったつもりだったんだけど、うんうん、実際運用のところで言うと、うん、やっぱりなかなかやっぱりうまく税金を取ろうとかやっちゃうとすごい税率高くなったりして、うんうん、結果的に言うと、まあ、だって例えば大金が入ると 40% ぐらい持ってかれちゃうんですよ。50%以上持ってかれます。 50% か 50% 以上持ってかれます、うん、それでクレジットカードに仕込もうとすると、仕込めないんですよね。とかいろいろな、まあ、問題が。ワイレックスだなんて言ってたってもうワイレックスは止めちゃう。やっぱりだから一般的に言われてるのはやっぱりその、あのそこのやつをまあ他と他国と同じレベルとかにするとか、うん、若干安くするとして集めるようなっていうことも工夫もできたのかなとはちょっと思います、ね、まあ僕とたまに海外行ったりしてその海外との比較してるんですけど、フィリピンとかあっちの方はね意外とそういうこともおおらかになってますよね、うん、なるほど。だから日本はちょっと厳しいような気がしますけどね、うんうん、だからまあ北風と太陽みたいな感じで北風でビューって言ってなかなかこう、うん、そんな多分、うん、今はなんか北風が吹いてこう我々こうやって気持ち的には分かりますけどね、うん、関東環境からそことかそことうまくそこで泥酔したいっていうのはあるんだけど、うん、実際ところはそういう人がやるとは日本から逃げちゃいますからね、うん、だからもう逆にお金持ちはみんなフィリピンとか行っちゃいますもんね、実際そういうことが起きてしまいまして、うん、
まあ、うん、はい、ですか、この一応ビットコイン の, あのストーリーは大体いつ頃こう今、まあ、ちょっと資金の集まり方にもよりますけども、一応基本的には2年ぐらい、今から2年後っていう感じを考えてますけど。なるほど。まあ大体のは、シナリオはね、プロットプロットって筋書きみたいなものができてるんですけども、あとそこでどういうふうにこう、うん、こうなんていうか料理するかとか、そうですね、どういう展開っていうのも大体は分かってるんですけども、そこで今度は資金が出てくるわけですね、うん、なるほど、うん、あとまあ登場結構ここ、まあ、今回このご覧になる方に、視聴者の方にちょっと耳寄りなのは、一応エキストラで出る段にそのここになんとか関わりたい人がもう募集してる、逐次募集してること、そうです ね、あのどのくらい出れるかとかっていうのはよく分かりませんけど、まあ、あの資金提供していただけた方にはエキストラとかいう形になるかもしれないですね、そういう形か分かりませんけども、はい、ぜひともこのなんかあのビットコインストーリーに関わりたいと思う人がいましたら、あの私の岡田康之の方にまたご連絡をいただければと思いますので、はい、ぜひお願いします、はい、一応あの僕のアドバイザーなんで、はい、よろしくお願いします。はい、それでは皆さん、あの今後の楽しみなビットコインストーリー の, あの制作中の川監督でした。あのどうもご清聴ありがとうございます。それではどうも、この番組は失礼いたします。はい、どうもありがとうございました。